アンリ・クリストフは、ハイチの軍人。1807年2月17日ハイチ国の大統領となり、1811年3月26日、ハイチ王国国王即位を宣言した。1820年10月8日に自殺した。ハイチの100グールド紙幣に肖像が使用されている。英領西インドのグレナダのフランス人が所有する。 農園の黒人奴隷の両親のもとに生まれた、クリストフは、奴隷として、サンドマに連れて来られた。彼は、ホテルのレストランで働き、後に自由を得たと言われている。1779年のアメリカ独立戦争時に、彼はおそらく、フランス軍のサンドマギエウ両兵隊に故手として、同行した。サバンナにはこの舞台を称える記念碑がある。 クリストフは1791年のハイチ革命で有名となり、1802年には将軍の階級にまで承認した。1806年には皇帝となったジャンジャック・デサリーヌに対するクーデターに参加しきたハイチを支配下に置いた。主要なライバルはクーデター首謀者のアレクサンドル・ペションだった。ペションは共和制を擁護して国の南部を支配した。 1807年にアンリは、ハイチ国陸海軍大元帥、大統領となり、同時に、ペッションは、南部で、ハイチ共和国の大統領となった。1811年アンリは来た。ハイチを、ハイチ王国とし、自らを王と宣言した。1811年4月1日の命令が、彼の完全な称号を伝えた。ヘンリー、パール・ラグラスで、デュイラ・ローイ・コンスティチューショナルで得る。 エタロアディヘイティ、スービロンデアイルズデラタートロア、ゴーナブ、イオートルウィル。アジーセンツ、デストルークトゥールデラティラニー、リジェネラテルイバイエンフェーターデラネーションアイシエン、クリエイターデセインスティ,ティテューションズモラーレス。ポリティクイグエリエ、プルミエモノルククーロンジュヌーボー、モンド、デフィンサーデラフォア、フォンディターデール、オレドルロイヤルイミリテールデセイントヘンリーカレノ、 唯一生き残った息子ジャック・ビクトル・アンリは、ハイチ公大使の称号と共に、後継者とされた。アンリは、英語が母語であったと言われ、フランス語で書かれた文書でも、王の名は、英語式に、ヘンリーと綴られた。アンリ一世は、フランスの再信攻を恐れ、また自らのために6つの城、8つの宮殿を建て、まだもう1つ建てようという思惑であった。 王としての彼の最初の行為のうちの一つは、ハイチ貴族を立てたことだった。彼は紋章を新しく気高いものにするために、紋章院を設立した。9年後の彼の君主制の終わりまでに、当初87人の貴族は134人まで増大した。ハイチの大統領、ピエール・ノール・アレク氏、アンリー一世の孫にあたる。教育を進め法制度を導入した努力にかかわらず、 アンリオは、独裁的な君主として嫌われ、南部との工場的な紛争にも苦しんだ。彼の統治の末期には、市民感情は、封建的な政策や国の開発政策に鋭く、反対した。病気と虚弱により53歳の時にアンリはクーデターを、恐れ、銃により、銀の弾丸で自殺することを選んだ。彼は、シタデルラフェリエール内に葬られた。 ピエール・ノール・アレク氏は、彼の孫である。アンリー・一世は、アレホカル・ペンティエルの、この世の王国のモデルとされ、マルティニークの作家、エメ・セゼールの1963年の儀曲、クリストフ王の悲劇の主題となった。カパイシャンの耐えざるお助けの聖母大学の組織した、ボーイスカウトのアンリー・クリストフ隊は彼にちなんでいる。ありがとうございます。